ハイスクール時代ジェフリー・ライオネル・ダーマーは、アメリカ合衆国の連続殺人犯、ミルウォーキーの食人鬼との異名をとる。1978年から1991年にかけて、主にオハイオ州やウィスコンシン州で17人の青少年を考察し、その後に死官、死体切断、人肉食を行った。その突出した残虐行為は、 1990年代、初頭の全米を震撼させた。またこの事件では、ミルウォーキー警察当局の無能と、人種的及び性的マイノリティに対する偏見が、ジェフリーの蛮行を許したとして厳しく非難されることになった。1960年5月21日、ジェフリーは、ウィスコンシン州ミルウォーキーで、父ライオネルと、母、ジョイスのダーマー夫妻の長男として生まれた。 4歳になる頃、ジェフリーは、オハイオ州、アクロンに引っ越す。父親のライオネルは当時、マーケット大学で、電子工学を学ぶ学生で、生活は、不安定だった。このため、夫妻は、ウィスコンシン州ウェストアリスにあるライオネルの実家に身を、寄せていたが、母親のジョイスは、情緒不安定気味で、妊娠中は激しいつわりに悩まされ、 医師からバルビツールやモルヒネなどの投与を受け、妊娠中にもかかわらず1日あたり26錠の錠剤を服用していた。ジェフリー出産後も彼女の精神状態はひどくなる一方で、些細なことで夫と衝突を繰り返し、次第に夫婦仲は険悪なものとなっていく。その後、分析科学で博士号を取得したラヨネルは、科学企業の研究員として就職、仕事の都合で、 一家は各地を転々とするようになった。ジョイズは、次男となるデイビッドを見ごもった時も、薬物依存に陥り、ほとんど寝たきりになってしまっていた。妊娠中における、大量の薬剤服用や、投与の影響に加え、精神状態が悪化して、感触を起こす母親と、研究にかまけて、家庭を帰り見なかった父親との間で、幼いジェフリーは、 精神的な安定を欠いた少年として成長することになる。ジェフリーが6歳の時、ジョイスが次男を出産する準備に入ると、ジェフリーは1日中ぼさっと座って動かなくなるという不思議な行為を見せる。彼は幼少時からほとんど笑わなかった。8歳の頃に小学校の同級生から性的な虐待を受けている。この時、双方の両親が話し合い、 今回は警察には不問ということになった。学校時代には物静かで塞ぎ込みがちない一匹狼として知られ、一人で森をぶらぶらして過ごすことが多かった。父から昆虫採集用の化学薬品セットをもらったジェフリーは夢中になり、猫やネズミの骨をホルマリンの瓶に採集して回った。小動物の死骸を共産で溶かし、白い骨を取り出すのが面白く。 事故で死んだ動物の死骸を集めて回ったという。犬や猫の他に、シマリスやアライグマ、さらには、ゴキブリやクモのような虫の死体も集め、それらの死体を、ホルマリン入りの瓶に詰めて保存していた。死んだ動物の首を木の枝に突き刺すという残忍な行為も行っている。ジェフリーは、多くの連続殺人犯とは違い、生きた小動物や昆虫に対する虐待は行わなかったが、 彼自身のネクロフィリアの兆候はここに始まっていた。父親は事件発生後まで自宅の裏庭にあった骨塚の存在を知らなかった。かなり大きな骨塚にもかかわらず気づかなかったのは不自然でもあるが愛情を注がなかったジェフリーの両親ならあり得た話だった。バスタウンシップのリビア高校に入ると知能指数の高さで注目されたが、 情緒不安定と集中力の欠如から成績は全く振るわず、授業中にヤギの声真似をして泣いて、授業妨害をしたり、知恵遅れの子供のモノ真似をしたり、挙句の果てにスーパーマーケットで試食品のアルファルファをかじり、アレルギー発作の真似をして、騒動を起こすなど、趣味の悪いいたずらを繰り返す、問題児として評判はかんばしくなかった。両親の不仲は年々悪化した。 ジェフリーが高校生になった頃には家の中をロープで2分して住み分けるまでになっていた。ジェフリーはますます打ち気になり空想を膨らましていった。ピッツバーグの PPG インダストリーズの科学者として働いていた父ライオネルは耐え難い虐待と完全な義務の放棄という理由で提訴されていた。翌年の7月24日、サミット軍裁判所のリチャード裁判官は これ以上、二人が夫婦であり続けることは難しいとして、母ジョイスにジェフリーの弟、デイビッドの引き取りを許可し、1978年に競技離婚が成立した。父ライオネルは姿を消し、母は弟を連れて出て行った。母はジェフリーも連れて出ようとしたが、彼は無反応であったと言われる。当時18歳のジェフリーは成人とみなされ、 裁判所も両親もジェフリーのことについては全く触れないまま姿を消した。実質的にジェフリーは見捨てられたのであった。1978年、ジェフリーは高校卒業を控えていたが、離婚をめぐり家庭裁判所で泥試合を続けていた。両親はそれぞれに家を出て別居しており、家には彼一人だけが取り残されていた。この頃に自分が同性愛者であることに気づき、 その苦悩と孤独を紛らわせるため、アルコールに逃避することも覚えていた。高校在学中に、登校前に酒を飲んだことで教師から叱責を受けたり、ロッカーからジンのボトルが発見されたことで、定額処分を受けたこともあった。高校卒業を孤独のうちに迎えたジェフリーは、その数日後、街外れでロックコンサート帰りの19歳のスティーブン・ヒックスというヒッチハイカーを拾った。 音楽の趣味が合い、また彼好みのタイプだったことから、酒とマリファナで自宅へ誘った。両親が離婚して以来、空き家となっていた自宅に、ヒックスを連れ込み、住んでいた頃の思い出を語り聞かせた。ジェフリーは、人と打ち解けることの喜びを初めて味わったが、ヒックスが父親の誕生日祝のために帰宅すると言い出した。彼を返したくないジェフリーは、手近にあったダンベルで、 ヒックスを背後から殴って気を失ったところを考察。死体の衣服を剥ぎ取って肛門を犯しナイフで腹部を切り裂くと鮮血をすくって体に浴びた。その内臓を床に広げて血だらけにしその上を転がって射精した。その後死体を床下死体へ運び込みバラバラに解体した。しばらくは手元に置いていたが腐敗しだしたため首以外の部分はゴミ袋に詰めて 近くの森に埋めた。これがジェフリーの初めての殺人である。この殺人は衝動的なものであり、長くジェフリーのトラウマとなることとなった。この事件以後、彼はますますアルコールに依存することとなる。彼は逮捕後、この事件を最も思い出したくない出来事として語っている。その後、再婚した二番目の妻、シャリを伴って帰宅した。 ライオネルの勧めで、ジェフリーは、オハイオ州立大学へ進学する。経営学を専攻したものの、重度のアルコール依存症に陥っていたジェフリーは、授業をまともに受けられる身ではなかった。大学での彼の日常は、講義に出席する代わりに、飲み代を稼ぐために、血液銀行で売却し、その金で大学の寮の実質で浴びるように酒を飲むというものだった。 結局、一学期終了と同時に、大学から退学勧告を受けた。その後、アメリカ陸軍への入隊手続きを取ったジェフリーは、アラバマ州のフォートマクレラン基地に配属となり、憲兵になるための訓練を受けるが挫折。テキサス州サンアントニオのフォートサムヒューストン基地に、転属を命ぜられ、そこで新たに衛生兵としての訓練を受ける。訓練が終了すると、 旧西ドイツのバウムホルダーにある中毒アメリカ軍第8不評師団68連隊第2大隊に配属された。入隊当初は勤務成績も良く順調に昇進もしていたが、ドイツ勤務となり、基地内の免税店で酒が安く買えるようになると、再び酒びたりの日々を送るようになり、任務がこなせなくなったため、1981年に兵役満了を待たずして除隊となる。 この時、陸軍は、ジェフリーの将来に配慮して、不名誉除隊にはせず、健康上の理由による、名誉除隊とした。なお、ドイツ中流時代、バウムホルダー基地周辺で5件の未解決殺人事件が発生している。ジェフリーはこれについて自白しておらず、犯人も、不明のままだが、その手口から、ジェフリーの犯行だとする声が根強く残っている。陸軍除隊後、 ジェフリーは、フロリダのリゾート地でひ日に仕事をしながらブラブラ、していたが、やがて帰郷するための交通費をライオネルに無心して、オハイオへ舞い戻り、祖母のもとに身を寄せることになる。ここでも、相変わらず叫びたりの生活は、改まることはなく、学生の時と同じように、血液銀行で頻繁に売却を繰り返したため、ブラックリストに載せられたり、バーで問題を起こしては、 警察の世話になったりしていたが、その一方を、経済的な安定を得るために、ミルウォーキーのアンブロシアチョコレート社の工場を作業員として就職し、家族を安心させるという面も見せた。再婚相手のママ母はジェフリーに歩み寄る努力をしており、会話や行動の中からジェフリーの本来の姿を少しずつ見つけており、男性のマネキンをデパートから盗み、 自宅の地下に隠していることを知り、同性愛者ではないか、病気があるんじゃないかと夫であるライオネルに相談したが、長年研究を言い訳に子育てを放棄し、精神疾患のある元妻からも逃げていたライオネルは、今さら、ジェフリーのことを知ろうとする行動は起こさなかった。就職してほどなく、ミルウォーギーのゲーバーやクラブに通うようになったが、そこでも無愛想で孤独な一匹狼。み、 という評判が立った。ジェフリーは目をつけた男性に睡眠薬を混ぜた酒を飲ませるようになったが、暴行目的というよりは、薬の量や薬効を調べるための実験に近かった。しかし、ある日、クラブバスミルウォーキーという店で飲み仲間の一人が意識を失って病院へ担ぎ込まれたため、同店から出入り禁止を言い渡され、それから間もない1986年9月8日。 12歳の少年二人にマスターベーションを見せたとして、1年間の保護観察処分を言い渡された。1987年9月15日、保護観察期間が終わったばかりのジェフリーは、ゲーバーン、クラブ219で、ダイナーの見習いコックである24歳の白人青年と出会い、ホテルで人よを共にした。ところが翌朝、目が覚めると青年は、口から血を流して死んでいた。 後のジェフリーの供述ではこの時泥酔しており、一切の記憶はなく、ショックに打ちのめされたとしている。自分が考察したことは、間違いなかったため、事態を打開するため、クローゼットに死体を隠すと、大急ぎでスーツケースを購入、ホテルに戻って死体を詰め込むと、タクシーで祖母の家へ戻り、地下室で解体。いくつかのビニール袋に分けてゴミ収集場所に出した。 この事件に関して十分な物証を得られなかった警察は告発を断念している。1988年1月16日、クラブ219近くのバス停でインディアンの血を引く少年に目をつけるとビデオのモデルのアルバイトをしないかと持ちかけて祖母の家に連れ込んだ。そこで睡眠薬入りの飲み物を飲ませて考察。解体した後は酸で肉を溶かし。 骨を砕いて周辺にばらまいた。3月24日、フェニックスというゲーバーで、ヒスパニック系の青年を、やはりモデルにならないかと口説いて、祖母の家に連れ込み、同様の手口で殺害している。以後、飲み物に溶かした、睡眠薬で眠らせて殺害し、遺体を解体するというジェフリーのルーティンワークが、確立した。ただ、この頃になると、地下から漂ってくる異臭に、祖母は、 いい加減耐えられなくなっていた。ライオネルに電話し、地下室を調べさせたところ、ドスグロイチだまりのようなものを見つけて、ジェフリーを問い詰めたが、子供の時のように動物の死骸を挟で溶かしていたと、弁解するばかりだった。しかし、そろそろ一人立ちさせる頃合いだと思ったライオネルは、ジェフリーに独立を促した。1988年9月25日、 ミルウォーギーの北24番街808番地のアパートに引っ越したジェフリーは、引っ越してから24時間も経たないうちに問題を起こしてしまった。翌日、ラオス人少年を自室に連れ込み、睡眠薬を飲ませた。しかし少年は、なんとか逃げ出して警察に駆け込み、ジェフリーは未成年に対する性的暴行の角で逮捕、一週間、放置された後、保釈金を積んで、 仮釈放となった。ジェフリーの早期仮釈放申請について、父ライオネルは治療プログラム終了前の息子の釈放に反対する手紙を書いたにもかかわらず、ジェフリーは釈放されたのであった。4ヶ月後の1989年1月30日、ジェフリーは少年に対する性的暴行の罪で有罪判決を受けたが、判決公判が4ヶ月後に開かれることになった。 判決日を待っていた3月25日、ゲーバー通いを再開していた、彼はレストランのマネージャーを務める26歳の黒人青年と知り合った。祖母の家に連れ込むと、睡眠薬入りの飲み物、考察、解体、ゴミ袋に詰めるという陰惨なルーティンワークが、いつものように繰り返された。祖母の家で犯行に及んだのは、警察が自分のアパートを監視していると思い込んだからである。 この時ジェフリーは記念に頭蓋骨を取っておくことにした。5月23日、判事はジェフリーに1年間の刑務所外労働と5年間の保護観察処分を言い渡した。この寛大な判決により、ジェフリーは日中は勤務先で働き、夜や週末は刑務所で過ごすことになった。1990年3月、ジェフリーは仮釈放となり、 新たに来た25番街924号にあるアパートに今日構える。ここはミルウォーギー有数のスラム街である。後にザシュラインオブジェフリー・ダーマーとして犯罪史に普及の名を残すこととなるオックスフォードアパートメント213号室である。新居に移って間もない5月、ジェフリーは犯行を再開する。犠牲になったのは イリノイ州の刑務所を出所して間もない青年だった。6月24日にはイスラム風に頭にターバンを巻いたシャリフという愛称で親しまれたゲイの青年がジェフリーのルーティンワークの犠牲になった。7月にヒスパニック系の少年に手を出して失敗、危うく殺人が発覚しそうになったため、約2ヶ月の自粛期間を置いて9月3日に行われた殺人は、 ジェフリーの犯行に新機軸を打ち立てることとなる。ミルウォーギーの本屋の前で出会ったダンサーの黒人青年はジェフリー好みの筋肉質な男性だった。いつもの手際でアパートへ連れ込み睡眠薬を与えると2ヶ月間封印した破壊衝動を抑えきれなかったのか喉をかき切った。そしていつものように解体しただけでは飽き足らず食人行為に及んだのである。さらに2週間後。 行き当たりばったりで拾った23歳の黒人青年もダンサーと同じ運命をたどった。1991年2月18日、19歳の黒人青年がジェフリーのルーティンワークの材料になる。さらに2ヶ月後の4月7日、やはり19歳の黒人青年をオックスフォードアパートメント213号室へ招待したが、この時はロボトミー手術を施そうとしている。 同期は殺して、写真と死体の一部を残しても寂しさだけが募るから、それよりは、自分の言いなりになる理想の恋人を、自分の手で作り出そうというものだった。しかし、頭蓋骨に穴を開けて、塩酸を流し込むという、おぞましい手術は、失敗に終わり、結局いつものルーティンワークに立ち戻っている。5月24日には31歳のロア社が、 オックスフォードアパートメント213号室に消えたが、それから数日と経たないうちに、14歳のラオス人少年を毒芽にかける。この時はいつもの手順を踏まず、彼に睡眠薬を飲ませて、性的暴行を加えた後、再びロボトミー手術を試みている。その後、少年はジェフリーがビールを買いに出かけた隙を狙って、 脱走したが、意識が朦朧としていたため、全裸のままアパートのそばで、へたり込んでしまい、一時は、アパート周辺は、騒然となった。しかし、駆けつけた警官が、ジェフリーの、これは、恋人同士の血ゲ喧嘩だという説明を信用して、引き上げてしまったため、少年は助からなかった。6月30日、シカゴで行われた、ゲイプライド、パレード見物に訪れたジェフリーは、 そこで新たな犠牲者を誘った。それから5日後には再び、シカゴを訪れ、23歳の黒人青年を、ミルウォーキーのオックスフォードアパートメント213号室に誘った。この時、青年の友人は、ジェフリーの誘いを受けるべきかどうか相談されて、行けよ。彼、まともそうな感じじゃないかと答えたが、後にこの友人は後悔の念をにじませながら、連続殺人者が、 どんな顔か知っている奴なんかいないよと語っている。7月15日、ジェフリーは6年間勤務したアンブロシアチョコレート社を解雇された。理由は頻繁な欠勤と遅刻、それに伴う勤務成績の急激な悪化だった。また、家賃の滞納が続いたため、7月いっぱいで部屋の立ち退きを迫られていた。この頃になると、もはや普通の人としての仮面を被り続けることすら、 不可能になりつつあった。犯行も終盤を迎えると、かなり行き当たりばったりに犠牲者を手にかけるようになり、ただでさえてゼマな部屋はこれまで手にかけてきた犠牲者のバラバラ死体で溢れ返り、異臭はもはやアパート全体を覆い尽くすほどだった。解雇通知を受け取ったジェフリーは、その日のうちに24歳のトラック運転手に声をかけ、いつも通りの犯行に及ぶ。 7月19日、ミネソタ州から仕事を探すために、ミルウォーキーを訪れていた、失業中の白人青年を、オックスフォードアパートメント213号室へ、招待した。17人目の犠牲者だった。1991年7月22日午後11時30分。北25番街を定時巡回していたラルフ・ミュラー、巡査とロバート・ロース巡査は、助けて、 という悲鳴を聞きつけ、すぐさまパトカーを急停車させると、前方から左手首に手錠をぶら下げた黒人の男性がパトカーの方に走ってきた。男性は近所のアパートに住む頭のおかしい白人の男に殺されかけたと訴え、二人は半信半疑ながら男性の案内でそのアパート、オックスフォードアパートメントへ向かった。 問題の男の住む213号室のベルを鳴らすと白人青年が顔を出した。男は礼儀正しく警官に応対したが背後から強烈な悪臭が漂い出しさらによく見るとアルコール依存症特有の症状が出ていた。男はジェフリー・ダーマーと名乗り失業したばかりで酒を飲んだくれていたことや悪ふざけで手錠をかけたことを申し訳なさそうに話した。警官が 手錠の鍵を部屋に取りに行こうとすると何かを思い出したように捜査を拒絶し激しく暴れ出したためその場で手錠をかけられた。巡査の一人がジェフリーの前科紹介を行ったところ1989年に少年に対する性的暴行の件で有罪判決を受け5年間の保護観察課に置かれていたことが判明した。直ちに部屋の中を捜索すると 黒人青年の手錠の鍵とともに、大量のバラバラ死体のポラロイド写真が発見された。さらに冷蔵庫から肉片や内臓などを入れたビニール袋、切断された複数の頭部が発見された。その後の家宅捜索で、容量260リットルのポリ容器からは、酸で溶解された3人分の胴体をはじめ、着色された頭蓋骨が複数、 キッチンの鍋からは切断された手が数本と断性器が一本発見された。床には引き剥がされた皮膚や切断した指などが無造作に捨てられていた。また、被害者のものとみられる運転免許証や社会保障カードなどの身分証明書のほか、死体の解体に使われたチェーンーや解剖器具などが押収された。検視官が最終的にまとめた報告書によれば、 発見された人体は全部で11人分だった。また、捜索に当たった刑事たちの何人かは、黄色い防護服に身を包み、防毒マスクをつけたまま捜索と、証拠物件の押収に当たった。生産者を極めた部屋の家宅捜索では、数々の犯行現場に立ち会った刑事の中にすら、気分を悪くする者がいたり、中でも人肉がぎっしり詰まった、冷蔵庫が運び出された時は、 あまりの悪臭に周囲の野印馬が後ずさりし、嘔吐するほどだったという。ジェフリーの事件でとりわけ悲劇的だったのは犠牲者の一人14歳のラオス人少年のケースである。この少年の兄は1988年にジェフリーに性的暴行を加えられた被害者だったのだ。この事実に加え、さらにミスミス少年をジェフリーの手に返した三人の警官が 戦国解決したつもりでいた芸同士の血和喧嘩を笑い話のネタにしたのだが、たまたまテープレコーダーのスイッチがオンになっていたため、会話がしっかりと録音されていた。ジェフリーがラオス人少年殺害を実供後、このテープが外部に流出し、ラジオとテレビで放送され、ミルウォーキー警察は米国中から避難されることとなった。その後、この三人の警官に対し、 職務怠慢の過度につき懲戒免職処分が発表されたが、警察に対する怒りは収まらず、ミルウォーキー警察本部長、フィリップ・ワレオは、世論からの全方位からの集中放火にさらされた挙句、警察組合から部下を守らなかったとして、不信任案を議決された。ミルウォーキーの黒人やアジア系住民からは、警官たちは明らかに白人のジェフリーの方を信用し、 有色人種の少年の方を無視したとみなされた。ジェフリーの事件で、ミルウォーキーの人種間緊張が高まった。8月には、ミルウォーキー市内で一連の事件の犠牲者の追悼集会が開かれ、その際、怒りで興奮した群衆による暴動が懸念されたが、ジェシー・ジャクソン氏ら黒人運動指導者の働きかけにより、これは回避された。元 FBI 捜査官ロバート K レスラーは、 ジェフリーとの対談を行っている。レスラーは FBI を退職してから半年後の1991年1月にミルウォーギーへの招聘を受け、ウィスコンシン大学の講演でプロファイリングと児童虐待についての講義を行った。レスラーの講義を受けた人物の一人でジェフリーの事件を捜査していた警察官がレスラーの講義がジェフリーの事件について とても参考になったという手紙をレスラーによこした。これが契機となり、レスラーはジェフリーの事件に関わるようになった。レスラーはジェフリーの犯した行為について、精神異常を理由にした上場借料の余地があると見ていた。レスラーはジェフリーの裁判で弁護側の承認になることを決めた。ジェフリーの弁護士ジェラルド・ P ・ボイルが、マスコミ及び裁判関係者に向けてある答弁を、 発表した。当初は、心身喪失による無罪を主張していたジェフリーが、有罪だが、心身喪失という答弁に変更したという、発表であった。ウィンスコンシン州の州法では、有罪だが、心身喪失であると主張することが許されており、裁判の結果に関係なく、ジェフリーは何らかの監禁施設で一生を過ごさせる、というものであった。オイルは、 ダーマーの精神状態を裁判の争点とした。その精神状態を判断すべく、発表から1週間後に2日をかけてジェフリーへのインタビューを行うこととなった。インタビューが組まれるに先立ち、レスラーはジェフリーの住居を見て証拠物件を吟味した。ジェフリー個人にとどまらない枠の中で連続殺人犯の行動パターンをもとにジェフリーを評価するためであったとしている。 逮捕された時に証拠はすでにあったため、ジェフリーは犯行を自白していた。レスラーは彼の犯行を認めさせるのではなく、彼の行為の理由、犯行時の彼の精神状態についてを伺い知るヒントを探すことを考えた。ジェフリーはレスラーからの質問で被害者の肉体を性行為の対象としての人間ではなく、性的な物体のように扱おうとすることも語っていた。 レスラーは他にもジェフリーが被害者たちをどのように殺したかについても質問した。被害者の頭にドリルを使って生きたまま穴を開け、その中にキエン酸を注入した行為についてジェフリーは被害者の知性を消し去り体は生かしたままで自分の言うことを聞かせるゾンビにしようとしたと説明した。被害者の一人がジェフリーの元から逃げ出しそこに 警察官と遭遇したことで自分の部屋を見た際に深く調べもせずに帰ったためジェフリーは殺すことに成功したことも語った。レスラーは連続殺人犯の多くは罪を犯していくうちに自分は捕まらないと思うようになり一時的に警察を出し抜いたりするとその思いはさらに強まるとしている。犯罪を犯して捕まることはないのだから続けても良いのだという態度にさせるが これは注意を怠り逮捕される原因にもなるとしている。いつも相手と深く知り合うことを避けていた。そうすることで相手を生き物だと思わずに済んだ。相手の人間性を否定していた。しかし、こんなことをやってはいけないという思いが消えたことは一度もない。罪悪感を覚えたとジェフリーは語っている。レスラーから相手を殺す際。 こいつは君に殺されても仕方がないと考えたことはあるかと聞かれるとジェフリーは強く否定した。ウィスコンシン州がよこした心理学者も同じことを聞いてきた。僕は世の中のためにならない人間を殺しているつもりだったのかと。僕は一度もそんなことを思ったことはない。レスラーは裁判が終わった後もさらにインタビューに答えたり研究への協力を要請すると、 ジェフリーは了承した。レスラーはジェフリーに体を大事にするよう注意した。レスラーはジェフリーは精神病であり、刑務所ではなく精神病院に入れる方が適切であると考えた。1992年1月27日から2月15日にかけてジェフリー・ダーマーの後半がセーフティビルディング5階の法廷で開かれた。容疑事実はすでにジェフリーが認めていたため、 弁護側は、精神異常による無罪を申し立てた。しかし、1992年2月15日、陪審は10対2の過半数で弁護側の主張を退け、オハイオ州で行われた最初の殺人事件と、告発を断念した2件目の殺人事件を除く15件の殺人事件について有罪を表決した。2月17日、 ローレンス・グラム判事は15件の殺人事件に対して、累計で936年の禁錮刑に相当する終身刑を宣告した。ジェフリーは死刑を望んでいたが、ウィスコンシン州では1853年に死刑制度が廃止されていったため、その望みは叶なわなかった。後に、死刑村地州であるオハイオ州で行われた裁判でも、終身刑が宣告されている。 1994年11月28日、ウィスコンシン州ポーテージにあるコロンビア連邦刑務所のシャワールームで黒人収容者クリストファー・ジェイ・スカーバーに撲殺された。ジェフリー・スカーバーともう一人の囚人でシャワールームを清掃する職務に従事していた時、スカーバーはトレーニングルームより持ち出したベンチプレスの鉄棒で二人を出した。まもなく、 スカーバーは監守に逮捕され、直ちにジェフリーは救急車で病院へ搬送されたが、搬送中に死亡が確認された。スカーバーは、自分は神の息子で父から二人を殺すよう命令され、信用できる相手とできない相手とを教えてくれたと、供述しているが、スカーバーもまた有罪となった。しかし、人種の隔たりが、このような事態を引き起こしたとも考えられている。 父のライオネルは息子の事例研究には協力的であった。しかし、ジェフリーの死後、科学捜査のために彼の意外を解剖することに対して同意拒否をした。宗教的な理由によるものであった。殺人事件後、オックスフォードアパートメントは解体され、さらちになった。当初はその場所を慰霊公園にする計画があったが、それは実行されなかった。現在では、 草で覆われたサラチが、チェーンリンクの高いフェンスで覆われている。また、ジェフリーが、連続殺人を開始するきっかけとなった、クラブ219は2005年に閉店した。被害者の遺族らは悲しみに暮れていたが、ジェフリーの父、ライオネルが、エイファーザーズストーリーを出版してからは、ライオネルや、その再婚した妻と心を通わせている。彼はその本の収益の一部を遺族らにとして、 寄付していた。ただ現在は遺族らの一部が彼に対し、無責任な父親であると裁判を起こしているため、裁判費用不足から遺写料の寄付は滞っている。現在、彼は科学企業の研究員を退職し、オハイオ州で妻と共に暮らし、創造論と進化論を主題に時々、コンサルタント業務をしている。彼らはジェフリーの犯罪にもかかわらず、今も、 ジェフリーを愛しているという。ジェフリーの母ジョイスは、ジェフリーの裁判から数年後に亡くなった。映画のポスタージェフリーの事件を題材にした映画が4本、制作されている。ありがとうございます。